ごきげんよう、輝く夜へようこそ。待っていたよ、怪盗ジョーカー。どこだ、あれ。今日も君に私の華麗なプレイを披露しよう。説明しよう。彼はゲームに隠された財宝だけを狙う謎の怪盗 T、 ゆえにゲームのことなら何でも知っておる。そして彼が言っとったゲームがこれじゃ。怪盗ジョーカー、時を超える怪盗と失われた宝石。このゲームではここでしか見ることのできない怪盗ジョーカーの冒険がたくさん詰まってるんじゃ。特に世紀の大怪盗アルセーヌ・ルパンとの対決はもう手に汗握る。こりゃまた喋りすぎたようじゃの。では続きを見るとしよう。お、わしか。わしは怪盗 T の師匠、怪盗 G じゃ。今回も見てくれてわしは嬉しいぞ。最後に超レアなお宝がもらえるクイズを出題するから、しっかり見るんじゃぞ。というわけで今回が最終回だ。強敵ルパンも現れるとっておきのステージを見せてやろう。なに？さあ、ショータイムだ。さあ、今回挑戦するのはステージ5、ルーブル美術館です。おい T、 普段の姿に戻っとるぞ。こいつはゲームに夢中になるとすぐ正体がバレてしまうんじゃ。あれほど注意したのに最後まで治らないとは、まったく。早速ジョーカーとハチが美術館に潜入したみたいです。ただ今回目的のお宝ルパンの肖像画はこの何重にも縛った扉の先にあるみたいです。これはなかなか厳重ですね。さてどうしたものか。ん？こいつは確か怪盗同盟の、ん？いや違う、こいつはルパンです。変装して現れるとは、さすが世紀の怪盗。このステージではお宝をかけてルパンと勝負しなくちゃいけないみたいですね。まずは美術館の中にある5つの解除レバーを見つけて扉のロックを解除しなくちゃいけないみたいです。いきなりルパンが現れるとは。ん？何やらジョーカーとハチが作戦会議をしていますね。どうやら2人は別行動を取るみたいです。では早速1つ目の解除レバーを回してっと。この美術館の中には怪盗同盟が置いた偽物の解除レバーもあるみたいです。偽物はジョーカービジョンで見分けることができるので引っかからないように注意しましょう。ではステージ5スタートです。おー、高そうな美術品が並んでいますね。ん、これはブレーカーみたいですね。なるほど、オンの時は電流フェンス、オフの時はシャッター。美術館内の防犯システムをこれで切り替えることができるようです。あ、やばい、怪盗同盟。なかなか強力な武器を持ってますね。こういう時はサポートキャラスペードを呼びましょう。読んだかい？アイスショット。彼の持つ必殺技アイスショットで敵の動きを一時的に止めることができるんです。ちなみにサポートキャラはステージや条件をクリアすることでどんどん増えていきます。彼らの力を借りれば今まで進めなかった場所や難しいステージも突破できるようになるんです。おや、あれは監視カメラ？これは危険な匂いがしますね。ここでクイズじゃ。この美術館に仕掛けられた監視カメラにジョーカーが見つかると一体どうなる？ 1. 動きが止まる。 2. 怪盗道具が使えなくなる。 3. 入り口に戻される。今回はいろんな罠が仕掛けられてそうじゃの。これは危険な匂いがしますね。あ、やっぱりこのカメラに見つかると入り口まで強制的に戻されてしまうようです。ここは監視カメラの動きを慎重に読んで、よっと、おっと、上にもあった。
監視カメラはブレーカーを切り替えるとオフにできますので、うまく切り抜けていきましょう。ジョーカービジョン、解除レバーをジョーカービジョンで調べてと。あ、バツ、これはダミーの罠ですね。もしダミーのレバーを回すと警報が鳴ってしまいますから、気をつけないといけないですね。そしてやっぱり多いですね、レバーが。これはバツ印がついているから違うと。ジョーカービジョン、お、これはバツがついてない。これで2つ目のレバー解除です。あともう一つこのフロアにレバーが隠されていると思うんですが、どんどん探していきましょう。ジョーカービジョン、あ、あった。はい、これで3つ目のレバー解除です。次のフロアに移動しまして、警備も前より強化されていますから、このようにデコイなどを使って慎重に進んでいきましょう。ダビーのジョーカーで注意をそらして、今のうちに。なかなか本物が見つからないですね。見つけた。これで4つ目のレバーを解除。さて最後のレバーはと、さすがにこんなに近くにはないですね。ここは足場が少ないようなので、ジャンプとバルーンのテクニックを使ってと。あ、やばい、見つかった。ペナルティーマイナス1になった。気を取り直して、こっちのレバーはどうかな。違うな。おっと、やばい、またペナルティーを受けてしまった。お、怪しいレバーが1つ。こいつはどうかな。見つけた、本物のレバー。これで5つ目、全てのレバーを解除できました。お、ルパン、よし、レバーを解除したからすぐにルパンのところまで。ん？あれ？それだけでは面白くない？さあここでクイズじゃ。この後ルパンがジョーカーに仕掛ける次なる挑戦とはなんだ。1、3分以内に美術館を脱出せよ。2、3分以内にルパンの元に向かえ。3、3分以内にハチを見つけ出せ。怪盗ルパン、なかなか手ごわい相手じゃの。それだけでは面白くない。3分以内にルパンのいる大展望室を目指せ。大展望室って言ったら、スタート地点にあった扉の先にある部屋ですね。これは急がないと。よっと、あ、見つかった。こういう時間のないときはスペードのアイスショットを使いましょう。読んだかい。アイスショット、ガキン。これで敵を凍らせて、あっと、警備が厳重になってる。急がないと。デコイポイント、デコイポイント、あった。時間がない時でも敵に見つかってしまうと、またペナルティーを受けてしまいますから、怪盗アクションやサポートキャラを使って華麗に切り抜けていきましょう。解除された扉を進んで、なんとか間に合いましたね。さてルパンはどこに。あ、いた。ついにルパンとの対決ですね。このゲームでは何としても願いの叶う宝石デザイアを手に入れなければいけないですからね。この対決は避けられませんよ。ん？なになに？ルパンの叶えたい願い？それは一体。え？ん？マダムにモテモテになる？いやいや、それは嘘でしょルパン。さすが一流の回答はジョークも一流ですね。お、欲しければ奪い取ってみせろと。よし、ついに直接対決といきましょう。さあ、ショータイムだ。さあ、この続きは
ぜひゲームで体験してくれ。さてここでプレゼントクイズじゃ。ここまでのプレイ動画、ルーブル美術館のステージでジョーカーが解除したレバーの数は全部で何個？これでプレゼントクイズは全て出題したぞ。これまで出題した2つのクイズも合わせて3つ全てのクイズに正解した人の中から抽選で激レア高橋秀康先生サイン入りニューニンテンドー 3DSLL をプレゼントするぞ。みんなどしどし挑戦してくれ。ではまた会う日まで、さらばじゃ。おっと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 、さあ君にこの謎が解けるかな。プレゼントの詳細は Nintendo 3DS 怪盗ジョーカーゲーム公式サイトをチェックだ。これで怪盗ジョーカープレイチャンネルも最後だ。ここまで見てくれたみんな本当にありがとう。最後のクイズもぜひ挑戦して超レアなお宝をゲットしてくれ。ではまたどこかでお会いしよう。輝く夜へようこそ。そして怪盗ジョーカー最新情報、まずはこちらの映像を見てくれ。速報、怪盗ジョーカーシーズン3企画始動。怪盗の奇跡見せてやるぜ。そしてコミックス最新21巻絶賛発売中なので要チェックだ。バンダイナムコ